アンドレ・アルフォンス・トゥーサン・ボルムゼルはフランスの作曲家。著名なモンテイにはシャルル・マレーブなどがいる。ボルムゼルはパリで生まれた。パリ音楽院においてはアントワール・マルモンテルとフランソワ・バザンに支持した。彼はオルガと結婚して4人の子供を設けており、エド・アール・ビュー・イ・アールによる1926年の肖像画マダム・アンドレ・ウムサ・アンド・ハー・チルドレンにはその全員が描かれている。 ボルムゼルは裕福であったため、社交クラブ、セルクルアーティスティック・イリテレールに参加できた。1872年、ボルムゼルはパリ音楽院でピアノの伊藤賞を獲得し、1875年にはカンタータ・クリテムネストラによってローマ大賞を受賞した。彼の作品中、最も知られるのはパントマイム・宝刀息子であり、これは1916年に、 ニューヨークのブースシアターにおいて3幕の演劇、ペロイト・ザ・プロディガルとして復活上演されている。その後、ボルムゼルは1926年11月4日にパリで没した。ボルムゼルは合唱曲、還元楽曲、オペラ、気楽曲、歌曲などに作品を残した。ありがとうございます。